今向かっているところは広島県の宮島。地図だと厳島らしいんだけど、使い分けの定義もないみたいなので、どっちでもいいみたい。海の上に鳥居がある厳島神社がある場所で、広島観光といえばここってくらい有名な場所ですね。今回はそんな宮島をぶらり旅した時の動画です。平和公園からフェリーが出ているので、そこから乗船して宮島に向かいます。電車でも行けるんですけど、フェリー乗ってみたかったので、今回はフェリーにしました。フェリー乗り場のお姉さんに、どれくらいで全部回れますかって聞いたら、2、3時間って言ってたので、3時間後の往路チケットを買いました。宮島到着！途中爆睡しちゃってたんで、都会の景色から島の景色に一気に早変わりしました。しかし、観光客の量が半端ない！前のフェリーの中もそうだったんだけど、私以外全員外国人観光客だったんじゃないかってくらい外国人観光客がいっぱいいましたね。今回なんですけど、宮島に来た理由が大きく2つありまして、1つは広島旅したのに宮島行ってないと語れないよなってことと、もう1つは私の趣味である観光記念メダルをゲットするためですね。人が多すぎて渋滞起きてますね。海が近い、楽しい。スタバもありますね。さすがだ。鹿って奈良公園以外にもいるんですね。後で聞いた話なんですけど、奈良公園の鹿は飼われている鹿で、宮島の鹿は野生の鹿なんだってさ。ただここら辺に降りてきている鹿はだいぶ人慣れしてるだろうから、野生って言っていいのかわかんないけどね。厳島神社ありましたね。さすがに有名スポットなだけあって、人だかりができてましたね。遠目から見るだけにしました。最初に目指しているのは宮島水族館、別名宮島林。今回は時間が限られているので、そこにある記念メダルをゲットすることが最優先です。そしてメダルをゲットした後に、ゆっくり島を見て回ろうかなと思っています。はい、ということで人に流され15分くらいで宮島水族館に到着しました。広島っぽく牡蠣の養殖の展示とか、魚がいっぱいいましたね。気づいたら1時間くらいゆっくり見て回ってました。記念メダルゲット、かわいい。水族館を一通り見て回った後、ちょうどお昼時なのもありお腹が空きました。ただお昼ご飯食べようにも、道中見てた感じどこのお店も人でいっぱいだったんですよね。並んでしまったらそれだけで帰りのフェリーの時間になってしまう。ということで高いのは承知でホテルのランチを食べることに。3000円、美味しかったんですけど、それ以上に財布にダメージが。さてお腹も満たしたので散策の続きをしよう。最初調べた時にこの宮島水族館が観光スポットの端っこになってた気がするんだけど、ここで逆側に行くのが望月です。観光スポットだけがその島の魅力とは限りませんしね。かろうじて植物園ってのは見えますね。トンネルありますね。今日はこれくらいにしといてやら。トンネルって怖くない？私暗いの苦手なんですよね。よく行くなこいつ。我々は宇宙人だ。恥ずかしい。さあトンネルの先何があるんだろう。はい、特に何もありませんでした。植物園もなかったですね。そらそうか。鹿が悠々と歩いてました。でも島って言ったらこういう感じなのかなって思うから、むしろ島って感じがしていいですね。引き返そうとも思ったけど、さらに奥へ行けそうな道があったんですよね。ほんと鹿多いな。そして2つ目のトンネル行くか。行くのか。行きませんでした。正直怖かったです。トンネル自体が怖かったのもあるんだけど、これ以上行くと時間もやばそうだったんで引き返しました。多分何もない山道になってくるんだろうね。それはそれで野生ポケモンとか出てきそうで怖いしね。怖いしね。フェリーまであと1時間ちょっとくらいしかなかったから、乗り場近くを見て回るかって思って、行きと違う浜辺沿いの道からも撮ってきました。こういう道非日常感あっていいですよね。日本の風景って感じだね。海の方を見たら鳥居、
風情あるね。なるべく人がいない方を選んで歩いて、住宅街の中を歩いてると、坂の上にお寺みたいなのありますね。いやもう足パンパンだ。連日動きっぱなしで疲れもピーク。この坂は登れんでしょ。神社なら興味あるけど、お寺はあんまり興味そそられないしな。あれ多分お寺だろうし、時間もそうなるわけじゃないし。よし行こう。行くんすよ。これが旅人魂。よく歩くねこの人。お寺のふもとまで来たらね、なんかね、カフェっていう文字付きホイホイの看板があったんだよね。お寺にカフェって斬新じゃない？これは言っとかないとね。そう思って急ぎ足で文句食ったんですけど、この階段ですよ。上見上げるくらい高いし、修行しに来たみたいになってる。宮島にある寺院で最も歴史が深いのがこの大松院みたいですね。空海が唐から帰ってきた後に開いたお寺らしいです。結構格式の高いお寺みたいですね。さらに奥に進もうと歩いてると、ちょうどタイミングよく霧の演出が。面白い演出だよね。時期によってはやってない時期もあるみたい。来たタイミングとしてはバッチリでしたね。また階段登ってます。よく歩くなこの人。なんとか頂上到達。お疲れ様でした。頂上はお地蔵様がたくさんいましたね。仏様もいました。でも今回は時間がギリギリだったし、どうしてもカフェに行きたいから急ぎ足で失礼します。さあカフェはいつこに。ありませんでした。どこにもありませんでした。せっかく来たし家族の守りだけ買いました。それで悲しみに暮れながら最後の階段を降りてると、ありました。普通にありました。一番下にありました。時間がやばいので今回はスルーすることに。カメラに悔しさがにじみ出てますね。でもこれずるいんだって。行きは看板見えなくなってるんだよ。帰りしか見えないんだって。見えとるやん。時刻は2時前くらい。来た時よりさらに人が多くなってましたね。身動きすらできない場所もありました。道に迷いました。迷ったっていうか間違えたっていうか、行きに見てない道があったから入っただけなんだけどな。おかしいな。でもおかげで五重塔らしき場所は見えましたね。それもいいけど、この景色、やっぱり住宅街はいいね。私はこういう景色も見たかったんだよ。なんか商店街っぽいところに入っちゃって、もう人がやべえです。モザイク越しでもわかる人の量。しかもほとんど外国人なんで、まるで私が外国人。ということで、なんとかギリギリフェリーの時間に間に合って、最初の広島動画の寺西コーヒーさんに行くところに繋がるというわけです。いやー楽しかったー。疲れたー。おやすみなさーい。